やるしかないのか。このお肉をあげればいいんだね。行くよ。ネオスキッズ TV。 ここにチャンネル登録ボタンがあるんだぜ。これもこれも押してくれたらいいね。なかなか難しいんだぜ。何やってるの？羊の毛刈りだぜ。あ、羊さんだ。やっぱり動物さんっていいよね。本物の動物さんに会ってみたいな。それなら会いに行くんだぜ。え、会いに行けるの？行けるんだぜ。少し目をつむってるんだぜ。あら、なんだか面白そうね。ついて行ってみましょう。到着だぜ。ここはどこ？ここはだぜ、群馬サファリパークだぜ。サファリパーク。今日はここでいろんな動物を見て回るんだぜ。わあ、面白そう。お、ちょうどバスが来たんだぜ。早速乗り込むんだぜ。いけいけ、ゴーゴー。あー、早く動物さんたちに会いたいな。どんな動物に会えるか楽しみなんだぜ。たち待っててね。あ、キリンさんだ。葉っぱを食べたんだぜ。いい食べっぷりだね。あ、あっちにも動物さんがいる。次はどんな動物だぜ。もうあの子たちせっかちね。ちなみにこれはアメリカキリンといって、長い首や足を使ってライオンを倒すこともあるのよ。さっさ、あの子たちを追いかけましょう。あー、あの動物さんはなんて言うんだろう。かっこいい角が生えてるんだぜ。あれはエランドっていう牛の仲間よ。へえ、エランドって言うんだ。初めて見たんだぜ。お、こっちにはなんだかかっこいいエランドがいるんだぜ。あれはエランドのボスよ。あのヘアスタイルがボスの特徴よ。道理でかっこいいと思ったんだぜ。さすがボス、他のエランドとは一味違うね。あ、ねえ、あっち見て。これはシマウマだぜ。シマウマってなんでシマシマ模様なんだろう。確かに不思議だぜ。それは遠くにいるライオンとかに見つからないようにカモフラージュしてるのよ。なるほど。遠くから見つからないようにするなんて頭がいいんだぜ。あっちの動物は知ってるよ。なんだぜなんだぜ。サイだ。サイってね、目は悪いんだけど耳はすっごくいいんだって。それは知らなかったんだぜ。でねでね、車の中で話してる声も聞こえちゃうんだって。サイに内緒話は通用しないんだぜ。奥に他の動物がいるんだぜ。かわいい。なんていう動物だろう。あれはムフロンっていう動物の子供よ。ここ群馬サファリパークで15年ぶりに生まれたのよ。15年ぶり、よく生まれてきてくれたね。尊い命なんだぜ。あっちの動物さんは何だろう。切り替えが早すぎるんだぜ。ほんとせっかちな子ね。あの黒い動物さんは何だろう。きっとクマだぜ。あー、クマか。奥のクマさんが寝てるクマさんにちょっかい出してる。きっと遊んでくれよって言ってるんだぜ。あ、あれはもしかして。なんだぜなんだぜ。あれはツキノワグマって言って、大きい体だけど木登りが得意なのよ。さあさあ後を追いましょう。お猿さんだ。なんで寝てるお猿さんの体をいじってるんだろう。あれは毛づくろいって言うんだぜ。前にテレビで見たことあるんだぜ。へえ、そうなんだ。あ、ねえ、あっちに子供のお猿さんいるよ。おお、かわいいんだぜ。隣にいるのお母さんとかかな。あ、落ちちゃった。これこそ猿も木から落ちるだぜ。ああ、喧嘩が始まっちゃった。大変なことになってきたんだぜ。どうなっちゃうの。ドキドキだぜ。あ、仲直りした。よかったんだぜ。次は鹿さんだ。タコ、左奥を見てみるんだぜ。なになに。あ、お母さんのお乳飲んでる。飲む勢いがすごいんだぜ。いい飲みっぷりだね。次はバスを降りてもっと動物の近くに行くんだぜ。おー、いいねいいね。
到着だぜ。どんな動物さんに会えるんだろう。早速餌やり体験だぜ。この草を食べさせるんだぜ。そんな体験もできるんだ。ほら食べるんだぜ。あ、食べた。いい食べっぷりだぜ。だねだね。タコもご飯あげてみたいな。タコも後で体験できるんだぜ。ほんと？何の動物さんにあげれるんだろう。それよりあっちで面白いものが見られるんだぜ。なになに？私も動物さんに餌をあげてみたいわね。そうだ、いいこと思いついたわ。この先だぜ。何があるんだろう。ワクワク。これだぜ。カピバラのもぐもぐタイムだぜ。何それ、かわいい。ちょうど始まるんだぜ。あー、もぐもぐ食べてる。かわいい。あ、取られてる。かわいそうなんだぜ。あ、戻った。カピバラの足を見てみるんだぜ。足がどうかしたの？カピバラは泳ぎやすいように水かきがついてるんだぜ。へー、そうなんだ。犬ガンマン物知りだね。さっきスタッフさんに聞いたんだぜ。なんだ、そういうことか。次はターコお待ちかねの餌やり体験をやりに行くんだぜ。やったー。どんな動物さんだろう。ついてくるんだぜ。うん、ここだぜ。うわー、びっくりした。それじゃあ早速あげるんだぜ。いきなりすぎない？早く早くだぜ。やるしかないのか。このお肉をあげればいいんだね。いくよ。お、食べたんだぜ。なんか意外と可愛いかも。適応能力高すぎるんだぜ。あら、鹿さん可愛いわね。このおせんべいあげちゃうわ。いい食べっぷりね。餌やり体験楽しかったね。すごい貴重な体験ができたんだぜ。あの動物見たことある。パンダみたいな色なんだぜ。パンダじゃなくて、あれはマレーバクというバクよ。そうだ、バクだ。悪夢を食べてくれるとかいうあのバクだぜ。そうそう。おお、初めて見たんだぜ。あっちにいる動物はもしかしてだぜ。そんなにはしゃいじゃってまだまだ子供だな。あなたも大して変わらないわよ。これはホワイトタイガーだぜ。すごい。寝顔かわいいね。普段かっこよくて寝顔はかわいい。これこそまさにモテる男だぜ。なんだそれ。あっちにもかっこいいのがいるんだぜ。もう本当に子供だな。だからあなたも変わらないわよ。ライオンだぜ。おー、かっこいいね。こっちに来たんだぜ。バスの中だから大丈夫だよ。そうだったぜ。それにしても本当にかっこいいんだぜ。あの凛々しい盾髪、まさに百獣の王だぜ。だねだね。ちなみに大きな盾髪はオスにしかないのよ。へえ、そうなんだ。知らなかったんだぜ。あ、バスもう出発するみたい。やっぱりライオンはかっこいいんだぜ。最初ライオンが動いた時ビビってたくせに。ビビってなんかないんだぜ。本当に？本当だぜ。あ、最初のところに戻ってきたみたいだぜ。あー、楽しかった。こんな近くで見たの初めてなんだぜ。ターコもターコも。私も楽しかったわ。ん？ターコ何か言ったかだぜ。ターコもターコもって言ったよ。その後にだぜ。その後は何も言ってないよ。それじゃあ、あの声は一体誰だぜ？そういえば、動物さん見てる時もたまに声が聞こえてたような。もしかして、幽霊だぜ？そんなわけないよ。その正体は、あたくしよー。びっくりしたんだぜ。心臓止まるかと思った。まったく、あたくしを置いていくなんてひどいじゃないの。ごめんだぜ。まあ、あたくしも楽しいんだから。許してあげるわ。許してくれるんかい。みんなも群馬サファリパークに来たらいろいろな動物たちと会えるんだぜ。テレビじゃ見れない動物さんたちの姿を見れてとっても楽しいわよ。今日紹介できてない動物さんたちもまだまだたくさんいるから、ぜひ会いに来てみてね。
群馬サファリパークさんの YouTube チャンネルもあるからみんなチェックしてみてね。下の概要欄のリンクから行けるんだぜ。今日のゲームはこれだよ。クレヨンしんちゃんお手伝い大作戦だぜ。羊の毛刈りをするぞの続きをやっていくよ。これ地味に難しいんだよね。本当に難しいんだぜ。やっと一匹目だぜ。頑張れ頑張れ。これであと一匹だぜ。お、いいねいいね。これで終わりだぜ。やっと終わった。続いて毛刈りだぜ。そういえばこれ毛刈りするゲームだった。どんどん刈っていくんだぜ。これでラストだぜ。やっぱしバッチし決まったぜ。はっきり言って面白いね。毛刈りより羊を集める方が大変だったんだぜ。何事も楽なことばかりではないってことだね。ターコだよ。犬ガンマンだぜ。ターコが外に出たら雨が降ってきたの。タイミングが悪いんだぜ。そういうこと多いんだよね。そういうのみんなあるんだぜ。ちゃんと外を見てから行くのよ。だって突然だったんだもん。雰囲気で分かったりするもんだぜ。今日はタイミングを学びなさい。動物かわいい。こいつを転がすんだぜ。ちょっとかわいそう。どういうやつなのかやってみようぜ。そうだね、スタートだよ。右に進んでいくっぽいぜ。クリアできたよ。ガンガン進めていくんだぜ。タコには簡単すぎかも。まだ最初なんだぜ。ちょっと戻るのがコツかな。説明しだしたんだぜ。調子に乗るからなんだぜ。勢いも大事だね。黄色いやつが邪魔だよ。届かなかった。確かにこれはタイミングが大事だぜ。急な坂が難しい。あそこで止まるってことなんだぜ。そうだった、難しいよ。さ
さっき簡単すぎとか言ってたんだぜ。止まるんだぜ。ゴールの手前に穴があるんだよ。行き過ぎも行かなすぎもダメなんだぜ。次はうまいこと板に乗るんだぜ。言うのは簡単だけどさ。そんな怒るななんだぜ。しかもピタッと止まらなきゃなんだよ。オイラに任せろなんだぜ。一発でいけたじゃん。いいねいいね。朝飯前ってやつだぜ。がー難しいんだぜ。朝飯前って言ったじゃん。黄色いやつ邪魔だったぜ。ムカつく場所にいるよね。
オイラのコロコロを邪魔するなだぜ。黄色いの生まれてきてない？怖いんだぜ。そこまで行くのが大変だね。邪魔なんだぜ。落ち着いて落ち着いて。やっと行けたんだぜ。難しいとこできる気がしないよね。ちょうど落ちるとこに地面があるんだぜ。ジャンプのタイミングだね。どうなるか予想するしかないんだぜ。やばいね。行けたんだぜ。すごい、いいタイミング。やっぱしバッチシ決まったぜ。はっきり言って面白いね。難しいけど楽しかったぜ。黄色いやつ邪魔だったね。あいつにはムカついたんだぜ。ゲームだから。タイミングは学べたかしら。勢いも大事だし、待つのも大事だし、なかなか判断できないぜ。落ち着いて周りを観察するの。そうすればいいタイミングがわかるわ。もちろん勢いも大切よ。人生はタイミングだ。今日遊んだのはこれだよ。動物コロコロ。タコだよ。犬ガンマンだぜ。最近モテる趣味を始めたぜ。またそんなこと言ってんの？笑いたきゃ笑えばいいぜ。ちなみに何なの？それすなわちゴルフだぜ。あー、モテるのかな。イケてるナイスミドルといえばゴルフだぜ。確かにその感じはするけど、ちょっと素振りとか見せてよ。まだそこまで行ってないぜ。え、意味わかんないんだけど。今はパターしか練習しないぜ。あー、今は家の中でできた方がいいね。そうだぜ。じゃあパター見せてよ。いいぜ。あれ、クラブとかボールは？ないぜ。あー、ついにおかしくなっちゃったんだ。何もおかしくなんてないぜ。いいから一緒に病院行こっか。オイラがやってるのはこれだぜ。ダンゴムシ？これでパターの練習ができるんだぜ。これでゴルフ始めたとか言ってんの？いいから見てろだぜ。ゴルフっぽさゼロなんだけど。まずは秘密の庭をプレイするぜ。もうタコの声は聞こえてないね。ダンゴムシを見つけたらタップするんだぜ。ゴルフっぽさ皆無なんだが。丸まったらカップに入れるんだぜ。申し訳程度のゴルフ要素。
集めたダンゴムシでミニゲームできるぜ。ゴルフ関係なくなっちゃった。さあ始めるぜ。あそこに入れるんだね。すでに一匹入りそうだぜ。ほら、ゴルフの練習なんだよね。オイラのパターでどんどん入れていくぜ。パターの繊細な感じがないんだけど。全部丸めとくぜ。遠いと難しそうだね。ここはパー2だぜ。実戦に行きそうな練習だね。多分隠れてるのもいるはずだぜ。何やってんの。逃げようとしているのがいるんだぜ。あ、いた。見つけたぜ。他にもいるかな。時には角度を変えて芝目を読むぜ。芝目っていうかグリーンじゃないからね。いたぜ。おお、オイラはプロゴルファー犬だぜ。サルだね。こいつら逃げようとしてるぜ。危ないね。まだいるはずだぜ。もういいんじゃない。いたぜ。よく見つけたね。また逃げようとしてるぜ。忙しいね。まだ探すんだ。また逃げてるぜ。もういいでしょ。こんなところにしておくぜ。18ホールにちなんで18匹だぜ。もうゴルフ絡めなくていいんじゃない。これで迷路をやるぜ。完全にゴルフ関係ないでしょう。タブレットを傾けると転がるんだぜ。打ってすらないね。オイラの中のタイガーウッズがうずくぜ。タイガーチャージスタートだぜ。多分上側を通るのが早いぜ。なんか難しそうだね。まずいぜ。危ない。チップインだぜ。落としちゃダメでしょ。あと17回できるぜ。長くなりそうだね。あえてこのぐるぐるを通ってみせるぜ。修羅の道。来たぜ。チップインだぜ。だから落とさないでよ。右から行ってみるぜ。タイガーチャージ。バンテリン。まだまだ行くぜ。あえて遠回りするぜ。余裕がすごい。簡単だぜ。ゴルフじゃないのは置いといて。すごい。残りも全部ゴールするぜ。普通にゴールしすぎて面白くない。関係ないぜ。
柴田恭平もいるね。あー満身だぜ。まだまだだね。ワイはプロゴルファー犬だぜ。新ルート開拓するぜ。技術はすごいね。このくらいにしておくぜ。途中でやめられるんだ。いい練習になったぜ。それはわからないけど、もう一つのコースも練習しておくぜ。こっちの方がまだゴルフっぽいよね。ルールはさっきと同じだぜ。なんかカラフルなダンゴムシだね。まずはボールを作るぜ。本来その必要はないんだけどね。ガンガン入れてくぜ。あえて上から転がしてるね。そうすればだいたい入るぜ。技術は磨かれないね。あっという間に集まったぜ。もうなくなっちゃったね。奥にいたぜ。また上から？こんなところにもいたぜ。場所に現れた。見逃さないぜ。角度を変えて見てみるぜ。電車動いてるんだけど。猫を押すと鳴くぜ。逃げないようにするのが大変だぜ。さすがにもういなそうだね。やっぱしバッチシ決まったぜ。はっきり言って面白いね。ネオスキッズ TV。 今日の練習はこれくらいにするぜ。まったくゴルフじゃなかったね。こういうのが実践に生きるんだぜ。二人とも楽しそうね。犬ガンマンが勘違い野郎やってるの。なんだぜその言い方。ダンゴムシでゴルフの練習したんだぜ。よくわからないけどゴルフいいわね。猫夫人もやってたぜ。そうよ、よく練習したわ。へえ。アルマジロを転がしてね。それは変だぜ。犬ガンマンも同じようなもんだから。それで上手くなったぜ。全然上手くならなかったわ。やっぱりちゃんとボールで練習しないとだぜ。今日遊んだのはこれだよ。ダンゴムシコロコロ。ネオスキッズ TV。 ここにチャンネル登録ボタンがあるんだぜ。これもこれも押してくれたらいい。